とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、稲妻の矢筒ビルドをやっていくんですけども、防具がね、こっちの方が向いてるんじゃないかと思いまして、急遽作りました。影の衣ですね。回避の時に一瞬だけ無敵になるっていうスキルがついてます。羽でピョンってジャンプすると、一瞬、無敵になるんですよ。なので、変更でダメージを返されても大丈夫になるので、こっちの方がいいかなと思うんだよね。まあ、ちょっと試しに使ってみます。エンチャントは黄金に稲妻フォーカスで、ポーションバリアとクールダウンでしょ。で、ここをタンブルビーカと悩んだんだけども、ヘルスシナジーにしましょうか。うん、回復手段が、流れ込む魂じゃなくって、無知を使うので、ヘルスシナジーだったら回復するからね。これでちょっと試してみましょう。それでは行きますね。最初から HP が 30% 減少する、クエストです。他にもあったんだけども、ここがね、旗が6個ありやすいので、ここにします。うん、ああ、もうすでに一回、無敵が発動して、ダメージ受けなかったね。うん。ダメージも、申し分ないんですよね。オッケーオッケー。ただ、クールダウンが、輝くローブと違って一つなので、まあ、どうかなと思ったんですけども、まあ、全然なんてこと、ありませんね。いける。で、キャプテンが最初にいなかったっていうのはちょっとショックですけども、まあ、このまま、ガシガシ進んでみましょう。そうか、もしもねダメージ受けたとしても回復するからね。ちょっと待って、くらって。いやいや、めちゃくちゃ回復するよそりゃそうか。263のスキルレベル3のヘルスシナジーなんで、それはね、一気に回復する。なるほどね。で、これにさらに無敵がついてるんで、それ安定するか。おうおう、まあ、今のところ全く問題はなさそう。うん。稲妻の矢筒も2つ装備してるので、まあまあまあ、枯渇することはないだろうし。うん、まあまあ、問題は、あれか、旗を取った時にどんなのがつくかっていうところでしょう。変なのがつけばちょっときついよ。あ、でもそれでも、いけるかもしんないけどね。なんだ。ナイトモードかい。いきなり。いや、でも、ナイトモードでも、なんかこの無敵があればいけるような気がする。うん。どこどこ？はいはい。余裕じゃん。まあまあ、まだね。オッケー。何？ん？あ、モブ速度。うん、速度全く問題ない。なんかもうちょっとエグいやつが来てくれた方がいいんだけども。まあ最後の最後に、もう一個のやつが、敵の攻撃力とか、こっちの攻撃力が減るやつになってくれれば嬉しいかな。うん、オッケー。おお、結構やっぱ矢出てきてくれて嬉しいな。オッケーオッケー。あ、こんだけありゃ全然余裕っすね。うん、なくなることはなさそう。あとはただただぴょんぴょんして前に進むだけ。何かいないかい。いるね。オッケー。で、おお、ナイス神秘。プレイヤー、いや、モブダメージだ。あ、ミスった。変なとこ入ってちゃった。まあ、間違えた。間違えた。ちょっと調子に乗ってた。モブダメージが 110% だから、で、元々からね、ダメージが、ダメージない。HP が 30% 減少してんのよ。なかなか厳しいかも。キャプテンいた。どこだ？こっちだ。オッケー、オッケー。オッケー。
いや全く問題ない。ああさすがにクリーパーの爆発もらえばやられるでしょうけども、いやー強い、これマジでこれ最強装備見つけたかもしんない。ボス手前まで来ました。多分下に2体か残りの2体がいると思う。あの途中でね変更来たけども気づける、うん、結構ね気づかずに最初の2発ぐらいでやられたりすることがあるんだけども、1発はね防いだのよ。なので気づいたんだけども、うん、生存率は確実にね上がってます。これはねマジでいい。よし、これは戻る、間に合え。ナイトモードだからね敵が出てくる可能性があるのでちょっと怖かったけども、 OK いける。ほんとねダメージ一発でも食らいたくない。 HP 減ってるしモブダメージも増えてるので一発すら食らいたくはないよー。やばい、あぶねえ、あぶねえ、雲には要注意だ。 OK、ヴァンガードいても全然問題ない。よし、多分下にいるはず。でもねたまに1体しかいないことがあるんだよね。できれば2体いてほしい。じゃああと1回で矢もね全然余るぐらいあります。これなら大丈夫。どこいる？おっ、ぶねえ、びっくりした。しゃあ、でとりあえず1体ね、もう1体だ。おーい、うわーもう最悪だ。浮遊射撃言うといてくれ。ちょっと待って、なくなるなくなる、消える消える消える、うわ最悪。あっ、ぶね、あぶね、取った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 、取れてる取れてる、あぶね、あぶね、絶対消えたと思った。あと1体いないかい。いや怪しいところだな、これいないかもね。ちょっと怪しくなってきた。オッケーオッケーオッケー。いやいないわ。うん。これどうも最後の一体いないっぽいっすね。クリーパーの爆発でラストやられちゃいました。ということであと1回やられたらおしまいです。なのでボスは無知使います。ちょっと無知使わないとやられたら嫌なんで無知で倒します。しゃあ、おー、いやいやいや、そんなにダメージ与えらんないぞ。マジか。よし、 OK、 どうだ。いや、そうでもない。ちょっと待って、モブ HP とか全然増えてないんだけどね。 OK、 まあ、それでもさすがの HP だな、これ。どうだ、よっしゃ、完璧。強っ、こんな強かった。よし、ではいきましょうか。雑魚戦はね、まあもうエンチャントされたクリーパーが急に突っ込んでこない限りまあまあ大丈夫かなっていうところ。まあさすがにねこの変更点だから食らえば一発でやられるんすよ。うん、 OKOKOK、 なんで食らわなければ OK よ。はい、ではクリアです。
はい、ということで戻ってきました。今日はね、稲妻の矢筒ビルドを影の衣でやってみました。向いてる、うん、輝くローブよりも多分こっちの方がね、いい。いや、多分じゃないな、絶対こっちの方が良かった。やっぱりね、無敵になるっていうのがすごく良かったし、まあ、ダメージ受けてもヘルスシナジーで回復するので何とでもなるんだよね。あとあれだわ、 35% のダメージ減少、これがいいんだな。うん、いや本当にね強かったです。稲妻のやつはぜひね、影の衣でやってみてください。まあイカでもいいような気がするんだけども、イカはねダメージ減少ついてないんですよね。でも移動速度は速いのでこっちでもまあいいかなと思うんですけども、うん、まあとにかく無敵になるスキルを、使うとかなり良かったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。